舞鶴工業高等専門学校は、京都府舞鶴市にある日本の国立高等専門学校である。略称は舞鶴高専。1965年設置の京都府唯一の高等専門学校であり、近年では入試会場を三県7会場に分けて行っている。本科4、5学年及び専攻会地、2学年は、 単一の技術者教育プログラムである総合システム、工学プログラムを構成し、2005年5月に生産、情報基礎工学プログラムにおいて、日本技術者教育認定機構の認定を受けた。工夫は比較的自由であり、学校では制服は指定していない。現在の授業時間は90分授業である。平成27年度より、 それまでの二専攻制から一先行三ース制へ、制度が変更になった。平成27年度においても、平成26年度入学生までは二専攻制となっている。平成26年度以前に広く工学の基礎と教養を身につけ、問題発見、解決能力、想像力、国際感覚豊かな実践的技術者を育成する。実験、実習、演習。 物作りを重視する。基礎に立ち返って考えさせる。自ら学ぼうとする意欲を育てる。豊かな教養と国際性を育む。学生に対して生活訓練を実施し、規律ある共同生活を通して学生の教養を高め、社会の秩序と倫理を重んずる気風を養い将来に、渡る人間形成に資することを目的として、学料、鶴と無量が置かれている。 寮の規模は他の高専と比較して大きい。寮は1号館から7号館で形成され、1.4号館は女子寮、6号館は主に男子1年生、2.35.7号館は主に男子2から5年生、専攻家生が入寮している。寮は2人部屋が割り当てられ、トイレ、浴場、洗濯場、食堂などを寮生全員で共用して生活する。 男子は1から2年生、女子は1年生の間は全寮制となる。それ以降は入寮中の行動を評価した上での選考に残ることで入寮できる。勉学と課外活動の拠点としての学寮安全、安心、清潔な学寮人間性、社会性、公共性を育む学寮決めの細かい学生指導と相談体制の整備2020年12月現在。 新型コロナウイルス感染対策により日課が変更されているため、過表とは異なる日課となっている。平成19年度から夏休みの期間が変更されたクラブ、同好会の参加は自由制であり、複数の部活に同時に勤務することも可能である。2012年4月現在、以下のクラブ、同好会が活動中である。舞鶴高専は主に高専間同士での大会などに、 参加している。3日間にわたって行われる、高戦祭が規模も大きく1年で最大の行事である。ありがとうございます。